サトシくん、こっちこっち。やっほー。うん、これはすごい偶然だね。運命ってやつかな。実は今日、なんとなくこれ作ってきてみたんだよね。これはね、なんとお姉さんの手作り弁当なんだよ。どう？すごいでしょ。うん、それはサトシくんに食べてもらおうと思ってだよ。鋭いね、バレちゃったか。でもサトシくんが私の弁当に興味があるなら一緒に食べよ。なんといっても正真正銘お姉さんの愛のこもったお弁当だよ。どう？どう？実は料理には結構自信あるんだよね。好きになった人には自分で作ったものを食べてもらいたいものだからね。ちゃんと練習しておかないとね。ほら、調子に乗らない。感想聞きたかっただけだよ。ほら、サトシくんならちゃんと厳しいことも言ってくれるでしょ。もう、濡れた犬みたいな顔をしない。じゃあ今度、サトシくんのためにお弁当を作ってくるからね。よし、じゃあ早速食べてもらおうかな。私のおすすめはこれ、卵焼き。隠し味を当てることができたらご褒美だよ。はい、あーん。褒めすぎだよ。悪い気はしないけどね。よし、じゃあもっと食べてもらおうかな。奇遇だね。もしかして私に会いに来てくれるところだった？ほーら、お姉さんをからかわない。本気にしても知らないよ。そうだよ。ほら、サトシくんって可愛いし守ってあげたくなる感じがするからね。よしよし。ごめんね、今日は急ぎの仕事で立て込んでいるからゆっくりおしゃべりできないんだよね。それでもリュミエール室に来てくれるならテーブルの上のお菓子自由に持って帰ってくれてもいいからね。ありがとう、サトシくんは優しいね。でも大丈夫だから、じゃあね。あっ、ごめんなさい。いや、そちらは大丈夫ですか？今のは、江夏先輩か？何か慌てていたみたいだな。ん？これは…ロケットペンダントみたいだな。写真が入っているが、サトシの前に見せてもらった子供の頃のお前の写真とそっくりだが。なるほど、他人の空似というやつか。ではこれは落とし物として後で届けておこう。そうか、なるほどな。それならサトシが彼女に返しておいてくれるか。好きな人の幼い頃の写真を入れたペンダントを持ち歩くなんて意地らしいじゃないか。
今の写真だときっと恥ずかしいからだな。サトシ、結婚式で乾杯の言葉は俺に任せてくれ。頼む。分かっている、分かっているさ。あれ、サトシ君、来てくれたんだ。入って入って。実は今日のお菓子はね、カナがサトシ君と妹さんたちのためにって用意してたんだよ。まったく、それは言わない約束となっていたはずなのだ。そうか、好きにするがいい。サトシ君、来てくれて嬉しいけどね、もう少し待ってくれる？ドタバタしてて。え、これってもしかして中身見たりした？うん、全然見られても大丈夫だけどね。取り込み中すまないな。この仕事は予定をしていた時間までに終わらせたいのだが。あ、ごめんかな。すぐ戻ってバンバン仕事するよ。サトシ君、これ拾ってくれてありがとう。お礼するから少し待ってて。約束だよ。はい、アイスコーヒー L サイズ、お待たせ。なーに、あたしのお礼のドリンクが飲めないっていうのかな。できないからね。さあ飲んで飲んで。じゃあ改めてペンダント拾ってくれてありがとう。本当に大切なものだったからよかった。全然高くないよ。サトシ君には教えたっけ、私ペンダントが好きで、ここ何年かは写真を入れられるロケットをたくさん集めてるんだ。お父さんの写真、お母さんの写真、弟の写真、家族みんなで撮った写真、いろいろ入れてね。このロケットは大切なものの一つだから。ありがとう。どう、アイスコーヒーもう一杯飲んじゃう？サトシ君は優しいね。全然大丈夫だよ。一度見せたことあったっけ、この中の写真は私の弟なんだ。こらこら、私の弟を勝手に殺さない。まったく、もうもう何年前になるのかな。ずっと会っていなくて、どこに住んでいるのかもわからないから。こーら、私が気にしていないんだから、しんみりしない、しんみり。でもまあ本当はずっと寂しかったんだよね、家族がバラバラなのが。弟と会えなくなったことが。そう、そうだね、弟とサトシ君すごく似ているんだよ、雰囲気とかね。あの頃から成長したらサトシ君みたいになった気がする。あ、ごめんね、誰かに似てるからって言われていい気持ちなわけないよね。でもサトシ君といると、ずっとバラバラになっていた家族が少し元通りになった気がして。本当は全く変わってないのにね。
頭を撫でるのは私の役目なんだよ。やっほー、こっちだよ。ちょっと締め切りがピンチでね。ほらまだネームもほとんど真っ白。ご飯食べる合間にでも少しでも進めておかないとね。ほんと？じゃあぜひ。サトシ君はほんと偉いね。そうだね。それじゃあ。正解。貧乏な女の子がお金持ちだけが通う学園に入学して素敵な男の子と出会う話だよ。でも少女漫画というか恋愛ものって難しいね。私は勇気、努力、根性みたいなのを書いてきたから。ねえねえサトシ君、ちょっと話の流れをどうしていけばいいか相談に乗ってくれる？主人公の女の子が幼い頃に事故で亡くしてしまった弟にそっくりな男の子のキャラクターなんだけどね、私はこっちの男の子の方がデザインもうまくできたし話を面白くできそうかなって思うんだよね。でも読者アンケートでは当初の目的通り王子様が人気だから迷っているんだよね。私の経験と直感では間違いなくストーリーを変えた方がいいと思うんだけど、どう思う？多数決で決めよう。私はサトシ君の意見に従うから。そうだね、私がちゃんと責任を持って決めないと。じゃあもしストーリーを変更するとして相談だよ。弟に似た男の子のことが好きになった主人公は彼を通して弟のことを見ているだけかもしれないって考えたんだけど、これはその男の子に失礼だと思う？この二人は結ばれることなんてないと思う？それじゃあずっと別人の代わりを望まれたら？よしよし、いいかもね。盛り上がりを出す謎、仕掛けがあれば新しいストーリーの方でも絶対大丈夫だね。もうそうだよ。あれ、私漫画の話だって言わなかったっけ？あはは、鋭いね。バレちゃったか。そうだね、私とサトシ君の関係をちょこっと参考にね。でもサトシ君、これはあくまで漫画だから。私にとってサトシ君はサトシ君で、弟は弟、似ていても代わりにはならないから。よし、休み時間のうちに新しいストーリーでネーム書いてしまわないとね。あ、そうだ、サトシ君が見てくれているとほんといいアイデアも出るしはかどるから、また近くで見てくれる？ありがとう。じゃあお礼に頭なでなでしてあげるね。どうしよう、まだ何か足りてない気がする。好
日にやらせてもらっていても面白くないもの書きたくないし。ほーら、サトシ君、ダメだよ、廊下でふざけたりしたら。声は変えても匂いは変えられてなかったみたいだね。それでどうかした？ちょっとだけね。今描いてる漫画、やっぱり展開に悩んでいて、もうどうしよう。今まで落としたりしたこと一度もなかったんだけど、でも納得したものが描きたくて、気分転換に散歩しながら考えようと思ったんだよね。うん、いいよ。それじゃあサトシ君に私の散歩コース教えてあげないとね。はい、ここで散歩コースは終わりだよ。そうだとよかったんだけどね。でもサトシ君といろいろ話せて楽しかった。次号のが落ちるか落ちないか、瀬戸際かな。かなりピンチだね。もうただの一コマでこんなに悩むなんて。サトシ君、聞いてくれる？じゃあこれ、このコマなんだけど。主人公の女の子と弟代わりの男の子が付き合うことになって、ここで初めてキスするシーンなんだけどね。やっぱりボツにするかも。ありがとう。でも絵じゃなくてストーリーが気になってて、編集さんとも打ち合わせしてバッチリだと思ってたんだけど、やっぱりこれで本当に面白いのかなって。なんだろうね、ちょっと気持ち悪くないかなって。それはね、きっとこの漫画の主人公が私自身だからかもしれないね。ね、聞いていい？この漫画みたいに私とサトシ君の恋ってありだと思う？でもこの気持ちは出会った時に感じた弟に似てるから惹かれたというままなのかも。もしそうなら、サトシ君だけを見ていない、そんな好きって気持ち最低で気持ち悪いことだと思う。漫画に自分を映して描いてみて、私はそう思ったんだよね。もう何言ってるんだろう私。今のなし、忘れるように。ん？なんだ二人とも奇遇だな。こんなところで何をしているんだ？りんちゃん？ごめん、脅かすつもりはなかったんだ。これって春のすみれ先生の新作の？ダメだよ、見ちゃダメ。春のすみれ先生の絵にすごく似てる。それにこれって先月号の続き？もしかして江夏先輩って。バレちゃったのなら仕方ないか。今まで黙ってたけど、私江夏あやめはペンネーム春のすみれで漫画を描いてます。ごめん、ちょっと確認させて。同人活動で春のすみれ先生の真似をしてるとかじゃなくて、春のすみれ先生本人？嘘でしょ？そっちに勘違いしてたの？というわけで、私が春のすみれだってことは
秘密ということで。ああ。でも、江夏先輩が、あの、春のすみれ先生。ところでさ、春のすみれ先生にちょっと聞きたいんだけど、先月号の続きってどうなるのか、気になって気になって。それは、あと、ペンネームは、漫画の時だけがいいんだよね。じゃあ、江夏先輩、ちょっといいですか？私は、あの二人は付き合うべきだし、すごいお似合いだと思う。別れそうな流れになっていたけど、弟の代わりとして見ているかもしれないけど、私なら気にしない。最初の出会いがどうであっても、気持ちは変わっていくものだから、私と金森の関係も、今みたいに変わっていったみたいに。江夏先輩はそんなこと全部考え済みですよね。ちょっと聞いてもいい？あの二人が付き合うのって。ううん。ヒロインの女の子、最低じゃない？気持ち悪くないかな？気持ち悪い？確かにちょっと、くだらないことで悩みすぎというか、なんというか。くだらないことか。うん。そうなのかもしれないね。そうだ。私は、難しく考えすぎてたのかも。漫画も、現実も、楽しく、行動的でわかりやすくが私だったのに。ごめん、二人とも。私、先に戻る。ちょっと目が覚めたかも。今なら書ける気がするから。何？江夏先輩、どうしたの？そっか。よくわからないけど、力になれたのならよかった。今月号もコミックも、絶対買います。それで、これにサインを。私なんかのサインでよかったら。でも、春のすみれのことは秘密でね。サトシくん、ヤッホー！はい。じゃあ、いつもの場所に座って座って。あのさ、金森。江夏先輩の邪魔をして原稿落ちたりしたら、生まれてきたことを後悔することになるから。ほら、二人とも、喧嘩しない。じゃあ、いつも通り、原稿作業してるのを見ててもらおうかな。今日は二人だから、いつもよりはかどりそうだね。金森は、聞いて驚いた方がいい。私の助言で悩みが解決したんだからな。うんうん、ありがとうね、リンちゃん。サトシくんも、いつもありがとうね。頭を撫でるな！バカ！バカ！バカ！次、気軽に同じことしたら、許さないから。このコマにペン入れするのに何かが足りない。サトシくんが手伝ってくれたら、解決できる気がするんだけどな。そう？じゃあ、ちょっと私のこと、お姉ちゃん大好きって言ってみてくれる？ほら、弟萌え分が足りない気がするんだよね。あ、江夏先輩の新作漫画。貧乏な女の子が、お金持ちの学園に特待生として入学して、いろいろな王子様たちと出会う。これって、性別は違うけど、金森とすごく似ている。そして、主人公が王子様たちの中から選ぼうとしているのは、死に別れた大切な弟に似ている男の子。うるさい！大きな声でトイレ我慢してるとか言うな！サトシくん、ちょっとデリカシーに欠けてたかな？ふっ！まったく。でも、
私が考えていることが本当だとしたら、これは確認しないといけないな。よし、この辺ならいいだろう。金森、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。単刀直入に言うと、金森は江夏先輩のことどう思っている？そうじゃなくて、私は漫画が好きだから江夏先輩の作品だってもちろん読んできた。でも最近少し気になっていたんだ。早くで人気も高くなかったはずの弟に似たキャラクターが突然物語に絡むようになってきたのが。それが今日どうしてなのか分かった。一応確認なんだけど、金森は気がついていないの？やっぱり勉強ばっかりしてるから蝶のつく鈍感になるんだ。どう考えても江夏先輩の新作漫画は自分の気持ちは金森への気持ちを書いているとしか思えないの。このバカは気づいていないし。もういい。だからもう金森には期待していないからいいって言ってるんだ。まったく、江夏先輩も自分から伝えられないから漫画にしているのだろうし。じゃあ私が何とかするしかないじゃない。サトシ君、どこを行くのかな？私はちょっと家に戻ろうと思ってるの。演劇のみんなに食べてもらおうと思ってクッキーを焼いてたんだけど、持ってくるのを忘れちゃった。もし暇だったらサトシ君も一緒に来てくれない？ほら、クッキーの方も一番最初に味見してもらいたいし。いいのいいの、行こうよ。ほらほら。二人ともどこに行くつもりなんですか？あ、りんちゃん、今ちょうどサトシ君を私の家に招待してたところだったんだけど、よかったらりんちゃんも来る？江夏先輩の家？本当に私なんかが行ってもいいんですか？大した用もないんだけど、軽く遊びに来るぐらいでどうかな？行きたいです！ぜひお願いします！ううん、りんちゃんは決定ってことで、サトシ君はどうする？オッケー、それじゃあみんなでレッツゴー。ここが江夏先輩の部屋。漫画も普段はここで描いているんですか？そうそう、いろいろ見てくれても構わないよ。それでクッキーはと。お、あったあった、こんなところに置き忘れちゃったんだ。どう、サトシ君、ちょっと味見してみる？はい、じゃあ、あーん。本当に？それ弟もよく言ってたんだ。弟もこれが大好きで昔はよく作ってあげてたんだよ。よかったらりんちゃんも味見してみてくれないかな？あれ、りんちゃん何見てるの？江ノ津先輩と金森って昔からの知り合いだったんですか？でもこの写真の男の子、金森にそっくりだし。ねえ、サトシ君にそっくりでしょ？え、そうだったんですか？完全に金森だと思った。やっぱり勘違いしちゃうよね。そんなにそっくりだから私は
出会った時からずっとサトシ君のことを弟だって思ってきたの。一緒にいられるだけで懐かしくて幸せな気分になれるの。これからもずっと一緒にいたいって思うな。ねえサトシ君、また私のことお姉ちゃんって呼んでみてくれない？お姉ちゃん！悪いんだけどさ、これからは私が江夏先輩の弟代わりになるからな。あの凛ちゃん、どういう意味なのかもうちょっと詳しく教えてくれるかな。江夏先輩はいつまでも金森のことを弟なんて思っていてはダメです。そんなことじゃこれからもずっと本当の気持ちを伝えることなんてできません。本当の気持ちって？私はあの漫画が好きだから、だから江夏先輩の気持ちに気づくことができたんです。本当は江夏先輩、金森のことが、待って凛ちゃんストップ。さ、ちょっと外に行かないかな。そうですね、行きましょう。サトシ君はここでゆっくりしててね、すぐ戻ってくるから。私の勘違いだったらすみません。江夏先輩は金森のことが好きなんじゃないですか？でも今まで金森のことを弟の代わりとして見てきたから、その罪悪感から気持ちが伝えられないんじゃないですか？どうしてそんなことを思ったの？江夏先輩があの漫画の主人公に似ていたからです。もしかしたら考え方も一緒なんじゃないかって。本当のことは江夏先輩にしかわかりません。でももしそれが正解だったら、江夏先輩には気持ちを伝えてもらいたいって思ったんです。江夏先輩が金森を弟みたいに思わなくなれば、先輩が気持ちを伝えやすくなるんじゃないかって思ったんです。だから凛ちゃんが弟代わりになるって言ってくれたの？勝手なことをしてすみません。迷惑だったらすぐに辞めるつもりです。余計なお世話でしたか。金森のことが好きだっていうの、単なる私の勘違いでしたか？ねえ、凛ちゃん。私は、気持ちを伝えてもいいのかな？今まで勝手にサトシ君のことを、弟だと思ってきたのに。それなのに、いきなり本当の気持ちを伝えようなんて、失礼じゃないかな。金森はきっと、そんなことを思ったりしないと思います。あの漫画でも、きっと二人は結ばれるんですよね。だから江夏先輩たちも結ばれないとダメです。私も応援させてもらいます。だからいつか絶対本当の気持ちを伝えてください。ありがとう凛ちゃん。すぐには無理かもしれないけど頑張ってみるね。その日を楽しみにしています。金森、さっきの話覚えてるか？これからは私が江夏先輩の弟代わりになる。だから金森は二度と江夏先輩を姉だなんて言うんじゃないぞ。ううん、それでいいの？お姉ちゃんとかじゃなくて、その普通に先輩だって思ってくれればいいかなって。だからって江夏先輩を遠ざけたりするようなことはするなよ。うん、そうだね。今まで通り仲良くしてくれれば嬉しいな。むしろ今までよりももっと仲良くなって、いつの日か付き合っ…凛ちゃん、それダメだって。
サトシ君、今からお昼ご飯だよね。私も今日はお弁当なんだ。一緒に食べようよ。うむ、よかろう。なんちゃって。それじゃあ決まりってことで、行こう。いつも食堂っていうのもどうかなって思ったし、それにお弁当だったらサトシ君と一緒に食べられるかなって思ったんだ。今日はそれを見越してちょっと多めに作ってきました。サトシ君も食べてくれていいよ。本当に？それじゃあ卵焼き食べてもいいかな。どうぞどうぞ。今日の自信作なんだ。召し上がれ。二人ともこんなところで昼食をとっていたのか。相変わらず仲がいいようだな。あ、なんだかなか。いらっしゃい。よかったらかなも参加する？どうせお昼まだなんでしょ。いや、遠慮しておこう。邪魔をするつもりはないからな。向こうにいるわしおりんも同じ気持ちなのだろうな。りんちゃん、何してるのさ。こっちおいでよ。すみません、邪魔するつもりはなかったんですが。だったら声かけてくれればよかったのに。まあ、わしおりんの気持ちもわかる。あまりにも二人が楽しそうだったからな。ええ、邪魔したくなかったんです。仲がいいな。さすがは兄弟だな。だがあやめが以前に言っていただろう、弟みたいなものだと。だから二人は兄弟ということで間違いない。違います。二人は兄弟なんかじゃありません。金森なんかじゃえなつ先輩の弟代わりは務まりません。私と円夏先輩こそが兄弟なんです。いきなり何を言っているのだ。だいたい二人の場合は兄弟ではなく姉妹ということになるだろう。細かいことはいいんです。とにかく二人を兄弟だと思うのはやめてください。二人は兄弟なんかじゃなくて、その恋人そんなことより、円夏先輩は金森のことをどう思ってるんですか。え？あ、いや、それはその…弟の代わりだったら私がなります。だから本当の気持ちを教えてください。いいから黙れ。ちゃんと先輩の話を聞くんだ。私はサトシ君のこと弟じゃなくて、その…やっぱり何でもない。私ちょっと用事を思い出しちゃったよ。ごめん、先に戻るね。おい、あやめ。そのお弁当みんなで食べてくれていいから。じゃあね。えなつ先輩、どうして。せっかく告白できそうな雰囲気を作ったつもりなのに。別に何でもない。金森も早く江夏先輩の気持ちに気づいてやれよな。二人はどうしてしまったのだ。何か妙なことを言っていたようだが。そうか、ならば仕方ないな。この弁当は後で私から返しておくとしよう。金森もあまり気にしすぎないようにな。先輩、
渡したいものがあるんですけど、いいですか？え？何何？この前、先輩からいただいたサインのお礼で、これです。え？これって、ロケットペンダント？江夏先輩の部屋に行った時に、たくさん見かけて、もしかしたら好きなのかなって思ったんです。以前に買ったものなんですけど、全然使ってなくて。だったら江夏先輩に使ってもらった方がいいですし。本当にいいの？新品なので、よければ使ってください。ありがとう。絶対大事にするよ。そうだ、じゃあこれにリンちゃんの写真を入れてもいいかな？え？私のですか？うんうん、これからもずっと大事にするからね。サトシ君もそう思うよね。お願いリンちゃんね。わかりました、構いません。ありがとう。じゃあカメラ撮ってくるからちょっと待ってて。あ、でもこれくらい当たり前だ。私は先輩の弟代わりになるって決めたんだからな。さあな、金森は知らなくていい。ただお前と先輩は兄弟なんかじゃダメってことだ。江夏先輩の気持ち早く気づいてやれよな。それじゃあ撮るよ。はい、チーズ。オッケー、バッチリだよ、リンちゃん。この写真、さっきのペンダントに入れさせてもらうね。ええ、構いません。ところで、江夏先輩のペンダントの中に金森の写真ってあるんですか？え、サトシ君の？それはまだかな。だったら金森も行け。先輩、金森の写真も撮って大事にしてやってください。うん、分かった。それじゃあサトシ君、いいかな？それじゃあ行くね。はい、チーズ。うん、バッチリだったよ。じゃあこの写真もロケットペンダントに入れさせてもらうね。よければ金森の写真を入れるための新しいロケットペンダントをプレゼントしましょうか？あ、うん、いいの。サトシ君の写真を入れるとすれば、もうこれって決めてるから。これこれ、持ってきちゃった。何か特別なものなんですか？うん、そうなんだ。サトシ君、ちょっと耳塞いでてくれる？サトシ君にはまだ聞かれたくないことだから。これはね、お母さんからもらったロケットペンダントなの。私が一番最初に手に入れたもので、これを気に入ったから、ロケットペンダントを集めるようになったの。なるほど。思い入れのあるものなんですね。うん。それでね、一つ決めていたことがあるの。もし、私に好きな人ができたら、その人の写真をここに入れようってね。それじゃあ、好きな人ができたんですね。うん。生まれて初めて。ね。私は、サトシ君のことが好き。弟としてじゃなくて、一人の男の子として、サトシ君のことが好きなの。とっくに知ってました。でもその気持ち、ちゃんと伝えないと、
この鈍感な男には一生伝わりませんよ。そうだね。いつかは伝えたいって思ってるよ。エナツ先輩、もうこれからは金森のことを弟だなんて思わないでください。罪悪感なんて感じる必要もありません。自分の気持ちに素直になって金森を一人の男性として見るようにしてください。私にできるのはここまでなんですから。ありがとう、凛ちゃん。どういたしまして。ああ、うん、もう大丈夫だよ、ごめんね。さっきの話、本当に聞こえてなかった？そっか、だったらいいんだ。ねえ、サトシ君、もう一つだけ。お願いがあるんだけど、いいかな？このロケットペンダントに、キスしてくれない？冗談冗談！ちょっと、これに触ってみてくれない？なんか、こうしたくなっちゃった。暖かいね。サトシ君の手。ありがとう、サトシ君。このロケットペンダント、大事にするね。